青森ワッツは青森県青森市をホームタウンとして B リーグに所属しているプロバスケットボールチームである。青森県内に初めて設立されたプロスポーツチームであり2012年に設立された。チーム名のワッツは青森県の方言に由来しており暑い時にわーということや力強くスピーディーなことをワッツワッツドワッツリなどということから命名された。 また、チームロゴはリンと燃える青い炎、熱いブーストの明るさを表現する赤を軸にしており、青い炎には青森県の地形が落とし込まれている。以下は B リーグ加盟員後の統計。B リーグでは主に八戸市東体育館、青森市の新青森県総合運動公園体育館、前田リーナをメインの本拠地として残りを県内各地で開催する。 出身地は青い森。デッチと呼ばれ、親しまれている。チームのホームページ内には、クイッキーデッチが、青森県内の名称を紹介するコーナーがある。チーム名には、青く燃える情熱のブルーが凛と輝き、リングとなり、輪を広げるという思いが込められている。ワッツホームゲームでのパフォーマンスをはじめ、ブースターや選手への見送りや出迎え、MC、イベント盛り上げ等を行っている。 また、地域のイベントへの出演、地や普及活動、地域貢献活動も推進している。青森県は、ワッツ以前には、プロスポーツチームが存在せず、試合観戦には付き物であるアルコールについても、会場での販売の前例がないために販売が禁止されていた。だが2013年12月21日の、八戸市での試合より会場でのアルコール販売が行われ、 娯楽の場としての役割をより強めることとなった。参入決定まで、ワッツ設立以前、学校法人光星学院の理事長、中村悟を発起人とする、青森プロバスケットボールチーム設立準備室が、八戸市を本拠地として、BJ リーグ参入を目指していた。八戸市では2010年、厚生学院による、日本初の小中学生を対象にした。 バスケットボールスクールが開校しており、チーム設立の機運が高まっていた。BJ リーグ本部は2011年7月に、設立準備室の参入を認可。2012から13シーズンにより、群馬クレインサンダーズ、東京サンレーブスと共に参戦することが決まった。同年9月には、秋田ノーザンハーピネッツと、岩手ビッグブルズとのプレシーズンゲームが、八戸市体育館にて行われ、 観客およそ1700人を集めていた。しかし、設立準備室は、スポンサーの獲得に失敗。リーグ参入を1シーズンに延期し、スポンサー確保に、奔走していたが、結局活動を停止していた。これに変わったのが、青森銀行出身の下山やすのりを中心とした、グループであった。設立準備室が、八戸市を本拠地と定めたのに対し、下山らは、 青森県全域を本拠地とするチームづくりを目指し活動、県案であった資金の確保も銀行での勤務経験を持ち支店長も歴任した下山の力によって達成された。2012年7月に BJ リーグ本部は青森の参入を認可し2013から14シーズンより奈良県のバンビシャスならと共に参入することが決まった。同時にチームの運営会社である 青森スポーツクリエーション株式会社が設立され、下山が社長に就任した。しかし、この段階で会社の人員は下山のみ、下山の報酬もゼロであった。ファーストシーズン開幕まで青森はチーム名、ロゴ、マスコットキャラクターを一般公募し、青森市内の会社員が応募した、ワッツをチーム名とすることを2012年9月に決定。 ついで12月には青い炎をモチーフにしたロゴを、翌2013年3月にはマスコットキャラクターとして会場長の小学生が応募したリスのキャラクターを採用した。このキャラクターはクイッキーデッチと命名され、2013年10月には着ぐるみが披露された。社長の下山一人であったフロントも元筑波大学女子バスケットボール部のキャプテンで、 秋田農山ハッピネッツのフロントとして働いていた、青森出身の長谷川マリコラを登用し、体制を整えていった。2012年12月には、鶴田町出身で、トヨタ自動車アルバルク東京などでプレーした、宗方金久にヘッドコーチ就任を打診。宗方もこれを受諾し、2013年3月にヘッドコーチ就任が発表された。 速攻を主体とした戦術を施行する棟方は、2013から14シーズンに向けた BJ リーグドラフト会議にて、ストリートボール、日本代表の経歴を持つ原武志陣を指名。また既存チームから選手を獲得する拡張ドラフトでは、仙台十9アーズの高岡大輔、岩手ビッグブルズの沢口誠を指名した。さらに、小平瀬町出身で FA 権を行使していた。 埼玉ブロンコスの北向きゆきと、五所川原市出身で、前、仙台八十九アーズの下山大地、秋田県大館市出身ながら、青森山田高校、八戸大学に進学した全新集、ブレイブウォリアーズの佐々木祐也と、3人の地元選手を獲得した。これに秋田ノーザンハピネッツから山口ゆうと、アンソニー・ケント、宮崎シャイニングサンズから小島ゆ太アブドゥラクーソー トレーナーの渡辺孝二、2011から12シーズンに、岩手ビッグブルズに在籍していたゴードン・クライバー、アイオワ大学出身のルーキーエリック・メイを加え、初年度のメンバーは、原とメイ以外、BJ リーグの経験者で固めた。2013から14シーズン開幕を目前にした2013年9月21日と22日に、東北の4チームによる東北カップが行われ、青森は、 初日に秋田ノーザンハピネッツと対戦し66対67、2日目に仙台パチジュアーズと対戦し72対76と勝利を上げることはできなかったが、いずれも接戦を演じた。シーズン開幕前にはブースター会員が2000人を超え、青森県内はシーズン開幕に向け期待が高まっていった。2013から14シーズン2013年10月5日、青森は ホーム、八戸東体育館において、岩手ビッグブルズを迎え開幕戦に臨み、68対53で勝利。BJ リーグ全体の平均観客数が2013年12月15日現在1593人で、あるのに対し、青森はこの開幕戦で1633人の観客を集めた。レギュラーシーズン十二試合中十六試合を終えた時点で、 一試合の平均失点68.0点と、守備力を発揮して8勝8敗、プレーオフ進出圏内の6位につけた。青森と対戦した富山クラウジーズのヘッドコーチ、ボブナッシュは、バランスの良い攻撃と硬い守備を行う危険なチームと、評した。シーズン終盤は、横浜 B コルセアーズや仙台十9アーズとの、順位争いを制して、東11チーム中6位で、 プレイオフ進出を決めた。プレイオフファーストラウンドはアウェーで、東3位の秋田ノーザンハッピネッツで対戦したがに、連敗で敗退した。2014から15シーズン村方ヘッドコーチの2、シーズン目。全ライジング福岡の石ヶ谷里氏、全高松ファイブアローズのポール・ウィリアムスらと、新たに契約。レギュラーシーズンイースタン6位で出場した。 プレイオフファーストラウンドで3位の仙台89、アーズを破り、カンファレンスセミファイナルに初進出。セミファイナルでは、岩手に敗れて、シーズンを終えた。2015から16シーズン佐藤信長が2代目、ヘッドコーチに就任。八戸市東単位区間で開幕戦に臨み、仙台に85の103で敗れた。我慢の戦いを続け、3シーズン連続で、 プレイオフ進出を決める。富山市総合体育館で、富山グラウジーズとのプレイオフ1回戦で敗れた。2016から17シーズンこのシーズンより、BJ リーグと NBL が統合されて、B リーグが発足し、青森は B2 リーグ東地区所属となった。チームの指揮は、BJ リーグ時代に引き続き佐藤ヘッドコーチが取る。8選手が入れ替わり、 首相を務める下山大地を含め、県出身者は4人となった。20代前半の選手が多く、チームの運営会社、青森スポーツクリエーションの下山康則社長は、新チームについて、よく走るし、スピード感がある。観客に楽しんでもらえるプレーを見せられるのではと、太鼓板を押した。チームの副知事表敬訪問にて、選手一人数とから意気込みを聞いた、青山副知事は、 選手たちを頼もしく感じる。子供たちや県民に夢や感動を与えてほしいと期待を寄せた。下山は B リーグ2部での優勝が目標。1年を通してチームワークを構築し、躍動感ある試合を見せたいと意気込んだ。開幕戦ではアウェーで茨城と対戦し、第1戦では黒星を喫したものの、第2戦では69から63で勝利。 新リーグでの記念すべき初白星をつかんだ。シーズン中では波に乗れない場面があったものの、堅調な戦いで勝ち星を重ねた。一時期は下位になるものの、ホーム最終戦を連勝で終え、通算成績は27勝31敗となり、4位に浮上。その後、シーズン最終戦となる第三十節の第二日、福島県郡山市の郡山総合体育館で、 福島と対戦。80から69で勝利し、シーズン終盤を5連勝で締め、2016から17、シーズンの全日程を終えた。通算成績は29勝31敗、東地区4位で、プレーオフ進出はならなかった。2017から18シーズン佐藤ヘッドコーチの3、シーズン目。開幕前には、選手の入れ替えと補強を観光。 欧州各国でプレーした経験を持つ、インサイドプレイヤーのジョー・バートンとニック・バンヤードが加入。その他、鹿児島から、サメ島和人ジン等が、新たに加入した。アーリーカップ前に行われた、プレシーズンマッチでは、B2 の岩手と1勝1敗、B1 の北海道に2敗し、計1勝3敗と負け越した。9月5日、青森市の青森県立保健大で、報道陣に練習を公開。 チームロゴに使用されている青い炎がサイドにデザインされた新ユニフォームが披露された。そして間近に迫った B リーグ東北アーリーカップ201730日のシーズン開幕に向け合流前の新外国人選手キースガロンを除く11人で新州とのシーズン開幕戦を想定したチーム作りを進めた。9月8日 山形市総合スポーツセンターで B リーグ東北アーリーカップ2017の1回戦が行われ岩手と対戦。接戦まで持ち込んだものの最終スコアは73から70で3点差で赤敗した。翌日に行われた5から6位決定戦では福島と対戦。前半はリードされ後半に下山大地やキースガロンの得点で追い上げるものの83から67。 で敗北。初めてのアーリーカップは6位で終えることとなった。シーズン開幕後、成績が低迷したため、2018年2月26日に佐藤ヘッドを解任。後任に北谷実之が就任した。最終成績は東地区6チーム中5位。2018から19シーズンチャタンが続投し、アソシエートヘッドコーチに就任した。 前シーズンより勝利数を減らし、東地区6チーム中再開。2019から20シーズン、チャタンヘッドの3シーズン目。シーズンは途中で、コロナ禍により打ち切りになったが、前シーズンより勝利数を増やし、東地区6チーム中4位となった。2020から21シーズン、チャタンヘッドの4シーズン目。コロナ禍の影響により、東西に蓄勢となった。 b j リーグゲームさはうちは、プレイオフ圏との差をそれぞれ表している。歴代ヘッドコーチ胸型金久佐,佐藤信長北や、ミノル業過去に所属していた選手は森、スポーツクリエーションに関するカテゴリー。ありがとうございます。